今日ね、吹きの塔伸びたやつ、手に入ったんで、これの処理の手順をね、簡単に紹介していきたいなと思います。まあ、まずはこの葉っぱを取るんだけれども、まあ、この葉っぱもね食べられるわけさ。例えば刻んで油で炒めて、砂糖、みりん、味噌で炒めて熱で練り上げてバッケ味噌ってのを作ってもいいんだけども、ちょっと硬くなってきてるからどうしようかな、一応取っとくけれども食べられるんで、伸びても葉っぱ食べられるからで、ひたすらこれ取っていくとね。とりあえず葉っぱも食べられるってことは覚えておいてもらえればいいかなと思います。バッケ味噌っていうのをね、作り方はまあネットで見ればわかるし、今喋った通り味噌と砂糖とみりん、味噌と砂糖とみりんでやればいいだけだから。で、葉っぱ、花のところはもう食えないから取ってしまうとね。で、鍋に入る大きさに、切っておく。何とのくらいかな、まあ半分ぐらいだな、これだと半分ぐらいに切って、で、こういう状態にしときます。まだまだあるんで、もう一本いこうか、ね、葉っぱを蒸して、あ、ちょっといいや、今日は堆肥だ、畑の堆肥機、今回は葉っぱ、うん、ちょっとさ、これから大きい仕事があるから、そういうのやってられないぐらい忙しくなってきて、俺もぎっくり腰で今ようやっと復帰したところだから、ちょっとやってられないな、ちょっとな。で、花のところは、切り落として、切れ味いいでしょこれ、ね、これよいしょ、文字だ、まあ、こういう感じにして鍋に入る大きさにカットしていくと、ちょっと長いのこれな、ね、こういう感じで、これがまず第一の作業です。で、熱湯に入れたら、まあ大体2、3分茹でて、柔らかくなりすぎたらちょっと困るから2、3分でいいんで茹でて、その後は、また、なんだっけ、筋取りやっていきます。で、茹で終わって水にさ変えてきたやつ。これで、この部分にさ、この上の部分にちょっと包丁を入れて、シューッと。まあ、包丁なくてもいいような気もするけどね。俺なんかから普通の吹きでもさ、こうやってさ、何かしか爪で取って、一気にシュッてやっちゃうんだけど、俺はね。でもちょっと身が厚く取れちゃうのかな。ね。こういう感じで複数一気にシュッと。ちょっと見づらかったかな。で、まあ、これまた水にさらしとけば、アク抜けるし、水につけとけば、ちょっと保存も効くんで、入れとくんだけども、と、まあ、見やすくやるか、もうちょっとアップして、ここの部分、爪引っ掛けて、ね、表面ちょっと削る。ちょっと削る。ちょっと削る。ちょっと削るで、出てくるじゃん、ぴょろっとしたの。これを、まとめて、シューッと。まあ、一個ずつの方が確実だけどもね。多少筋バテでもまあ食えるっちゃ食えるからさ。ね。こういう感じで筋を取ってもらえればいいかなと。で、今筋取りうまくいかなかったから、これすごく伸びすぎちゃってるから、ちょっと伸ばすにもちょっと伸ばしすぎってやつを取ってきてるから、ね、撮影のためにね、ちょっとさ。ちょっとこういう場合は上下から両方から攻めてあげればいいんじゃないかな。筋が気になるなって人はもっと丁寧にやればいいし、俺みたいにそんなのいいじゃっていう場合であればそのままでいいし、ね、そこはそれぞれのやり方でやってもらえればいいかなと思います。ね。シュッと。っていう感じでやっていって、ね、これが、さっき筋取ったやつなんだけれども、これを、まあ、刻んで、程よく刻んで、油揚げと、
一緒に炒めて味付け、まあ醤油とか、まあ出汁入れてもいいし、醤油味、みりん入れて甘く仕上げるもよし、で、酢味噌和えにしてもいいしっていうことで、結構ね、意外と癖ないから、まあちょっとこのまま食ってみるか。うん。ね、このまま食っても大丈夫。そんな苦くない。アクがあるとかそういうものではないから、このまま食べても大丈夫なぐらいだから、酢味噌和えでもいいし、俺はやっぱり油揚げと一緒に炒めて、ちょっとごま油で香りつけて、醤油で味整えて、食べるのが一番好きかな。うん。まあ、ちくわとか、ね、練り物を一緒にやってもいいし、ね。そういう感じの食べ方をしてもらえればいいと思います。もうここ、だから結構手間かかるからね。吹きよりもやっぱちょっとちっちゃいし、身も薄いんで、ね。ほら、こんなもんだから身がね。吹きはもうちょっと大きいし、身が厚いから、ね。ちょっと、不止まりは悪いんだけども、味、風味的にはやっぱ吹きとは違うんで、吹きの塔はさ。俺はこっちの方が味は好き。だから毎年食べるんだけどもね。俺の母親も好きだからよく一生懸命取るんだけども。で、みんなね、つぼみのちっちゃいやつを取って食べるから、ライバルが少なくて取り放題っていう伸び放題のやつをね、取れるから、みんな取らないから、俺はそこを狙って取っていくっていう感じで。まあ要は競争でみんなちっちゃいのを狙って急いで取るから、俺はゆっくりのんびりみんなが取らないところをガバガバガバと取っていくっていうような、なんだろうな、戦術っていうかね、を取ってるから、それはそれで結構ね、楽で楽しくやれてるんで、まあこういうの、筋を取るっていうのをやってもらえれば美味しく食べれるんで。で、今回はこれで、吹きのと、伸びた吹きのとの食べ方の説明でした。料理まではちょっとやないでおくんで、ちょっとめんどくさいっていうか、ちょっともう腰痛いんで、ぎっくり腰やったばっかりでさ。だからとりあえずこの下ごしらえまでやってしまえば、あとは酢味噌和えと、その油炒めっていうか、油揚げと一緒に炒めて食べてもいいし、例えばご飯と一緒に炊き込んでもいいのかな、何でもいけるか、天ぷらにしてもいいし、まあ、天ぷらにするんだったら、つぼみのまんまの方がいいのかもしれないし、ね、結構美味しく食べれるんで、ぜひね、伸びてしまったからといって、捨ておかないで、それも食べて、ね、欲しいなと思います。むしろこっちの方が俺は美味しいと思うから、本当に。全然悪くないから、本当に。さっき本当に食べたのかって思われると、あれだから、ね、ちょっとこう、ね、これね、ね、全然苦くないから。むしろ甘みがあるぐらい。なんだろうね、本当に。うん。ほのかに、油じゃない、甘みを感じるんで、この味が美味しいんだよね、本当にさ、料理して食べると。だからぜひ、伸びきったやつも、捨てないで、見捨てないで、取って食べてみてほしいなと思います、本当に。本当に美味しいから、おすすめだから、ね。まだ生えてるんだったら、ぜひ取ってやってもらいたいし、もう終わってしまったっていうんだったら、来年取って食べてみてほしいなと思いますんで、一つ覚えておいてほしいと思います。伸びた吹きも食べられ、吹きっていうか、伸びた吹きの塔も食べられるんだよっていうこと。それを覚えておいてほしいなと思います。